ノートに名前を書かせることで直接だと。ええ、俺がやるしかないな。じゃあ皆中へ。ニア、お前はエルに遥かに劣る。お前にエルの目をつける資格はない。ヤガミライト、キラ、ここまでだ。キラは今日ここで滅びる。エル、あの4人が SPK、 面をつけているのはニアだ。相沢さん、ニアであろうとなかろうと私にとってはどうでもいいことです。言われなくてもわかる、あれはニアだ。本物だからこそ面をつけている。しかし僕は納得いかないな。誰をキラと疑おうと勝手だが、あの面は自分だけ助かろうという気持ちの表れじゃないか。松田さん、ニアにはニアの考えがあり、ああしているんです。ここで我々が面のことをとやかく言っても仕方ありません。このままニアが面を取らなければ、僕が考えていたニアが取ってくる策はないということに。いや、それはない。必ずニアは面を取る。この面は念のためです。ここにいる私以外の全員は、キラに顔を見られている可能性があります。すでに名前を書き込まれているかもしれない。そうなれば私とキラだけが残り、キラは今ミスター相沢が持っているノートに私の名前を書けば済む。まあ私の考えではここにいるキラは顔だけでは殺せないはずですが、ですから1時間、いや30分、誰も操られて死なないか様子を見させていただきたい。なんだよ、僕らが死なないか待ちかよ。いや、ライト君がキラならないとは言えない。特に我々はもう不要な存在。これは建前、時間稼ぎだ。いや、笑いをこらえるのがこんなに大変だとは思わなかったよ。あいつがやってくるのを待っているんだろう。お見通しだ。ミサイル発射。ニア、この音は。ニア、俺の勝ちだ。